はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のタキマンです。今回の動画は、あのプリズナーが5人目のセブンのメンバーなのではないか。プリズナーをセブンだと仮定すると、チャプター1シーズン9の一つ目の怪物 VS ピンクマロボットの戦いの謎が解けてしまいましたので、その紹介と考察になります。インポスターズモードの IO の本拠地に科学捜査班室という部屋があるのですが、この場所で IO の科学捜査班がセブンについての調査をしています。このボードにはビジター、サイエンティスト、パラダイムという3人のセブンのメンバーの写真が貼られており、その一番上にはビジター、サイエンティスト、パラダイムとつながっているハテナの人物、この3人を統括している人物ですので、このハテナに当てはまる人物はセブンという組織を設立したセブンのリーダー、ファウンデーションであると考えることができます。しかしここで何より驚いたのが、このボードの左下に写真が貼られている人物。なんとここにはチャプター1のシーズン7にてアイスキングにより氷に閉じ込められていたあのプリズナーの写真が貼られているんですよね。このプリズナーがセブンの5人目のメンバーということなのでしょうか。しかしこの文字をよく見てみると、プリズナーの名前の後にハテナが書かれており、 IO の科学捜査班もプリズナーがセブンなのかセブンではないのか確実な情報は得られていないようです。ではここからはこのプリズナーが本当にセブンのメンバーなのか、それとも違うのかを様々な角度から検証してみます。まずはプリズナーという人物を簡単に紹介すると、チャプター1シーズン7にてフォートナイトに突然現れた氷の大陸。この氷の大陸にはアイスキングが住むポーラーピークという城が存在していたのですが、その城の地下には大きな牢獄があり、その牢獄の氷の中に閉じ込められていたのがプリズナー。プリズナーを閉じ込めていた氷が徐々に溶け出し、氷が完全に溶けるとともに、プリズナーはこの牢獄から脱走し、その後プリズナーはウェリングウッズという大きな森を焼き払い、シーズン8の開始時にその場所に火山を作り出します。プリズナーを日本語にすると囚人。要するにアイスキングにより牢獄に捕らえられていたためプリズナーと呼ばれているようですが、本来のプリズナーの名前は氷の王様アイスキングに対し火の王様ファイアキングと呼ぶのが正しいのかもしれません。そしてそのファイアキングの名前の通り、プリズナーは火山の中を本拠地とし、ドラゴンと人間を融合させた生物ハイブリッドを生み出していました。シーズン8の終了時、火山を爆発させアイスキングのポーラーピークを破壊し、さらに氷に閉じ込められていた一つ目の怪物デバウアーを解放しました。そしてその後プリズナーはフォートナイトの世界に一切姿を現していません。そもそもプリズナーはなぜ氷の牢獄に閉じ込められていたのでしょうか。実はポーラーピークの中にはこのような丸い円卓と5つの椅子が存在しており、その5つの椅子に対し5つの紋章が存在していたのですが、その中の1つの椅子が倒れていました。そしてその倒れた椅子の紋章がこちら。なんとこの紋章はプリズナーの背中にある紋章と同じものなんですよね。その昔アイスキング、ファイアキングなどの5人の王様がいたが、アイスキングと相反するファイアキングが争い、そしてその争いに敗れてしまったファイアキングが牢獄に閉じ込められてしまった。この火の紋章が入ったテーブルに置いてある椅子が倒れているということは、ファイアキングであるプリズナーがアイスキングとの戦いに敗れたということを表しているのではないでしょうか。そしてここでアイスキングとプリズナーの他に3人の王が存在していたことがわかりますので、もしかすると黄金の王、オロなどもその昔この椅子のどこかに座っていたのかもしれません。ではここでアイスキングとファイアキングという2人の王が争っていましたので、ファイアキングをセブンだと仮定するとアイスキングは IO 側ということになりますよね。アイスキングはチャプター1シーズン7のワンタイムイベントの時、手に小さなキューブを持っており、そのキューブの力を使いマップ全体を雪で覆い、大量の氷のゾンビを登場させていました。先日考察したように未知の物質について調べる科学研究所にて IO はキューブの研究を行っていましたので、キューブは IO のものではない可能性が非常に高いです。またポーラーピークにはインフィニティブレードというアイスキングの剣が存在していたのですが、この剣もまた IO の科学研究所にて研究の対象となっていたことを考えると、やはりこのアイスキングは IO 側ではなかった可能性が高くなります。
しかし、このアイスキングが IO 側ではないからといって、ファイアキングであるプリズナーがセブン側ではないと否定できるわけではありません。では次に、プリズナーが行った火山の爆発、この爆発について検証してみましょう。プリズナーの火山による攻撃により、ポーラーピークは破壊され、その衝撃で氷に閉じ込められていた一つ目の怪物、デバウアーは解放されたのですが、その一つ目の怪物がワンタイムイベントにて真っ先に向かった先が保管庫。一つ目の怪物が保管庫をこじ開けようとしたところ、それをあのピンクマロボットがかろうじて阻止していたのですが、このピンクマロボットを操縦していたのはシンギュラリティ。実はこのシンギュラリティ、あのセブンのメンバーの一人であるパラダイムの中の人ということが分かっているのですが、自分の考察ではこのシンギュラリティ、保管庫にてゼロポイントを管理していたことや、パラダイムのスキンの説明に忠誠心は不明。要するにセブンの裏切り者であるという伏線が張られていることから、シンギュラリティは IO のメンバーであり、スパイとしてセブンに潜入しているのではないかと考察していました。そう考えると、あの一つ目の怪物 VS ピンクマロボットの戦いは、一つ目の怪物を解放したプリズナーとピンクマロボットを操縦していたシンギュラリティの戦いということになるんですよね。そしてあの一つ目の怪物の目的は、保管庫に隠されたゼロポイントでした。そう、プリズナーがセブンのメンバーだと仮定すると、あの一つ目の怪物 VS ピンクマロボットの戦いは、ゼロポイントを狙うセブン VS ゼロポイントを守る IO の戦いだったということになります。フォートナイトの物語は、ゼロポイントを管理する IO に対し、ループから抜け出そうとするビジターやジョンジー、そしてゼロポイントを狙うギャラクタスやエイリアンなど、常にゼロポイントを中心とした物語となっていました。そう考えると、あの一つ目の怪物 VS ピンクマロボットのワンタイムイベントが、ゼロポイントを狙うセブン VS ゼロポイントを守る IO 側の戦いだったと考えると、すべての辻褄が合うんですよね。やはりプリズナーは5人目のセブンのメンバーなのでしょうか。しかしこの考察は、プリズナーがセブンであると仮定することにより成り立つ考察であり、もしかすると IO の科学捜査班もこの考察を逆にたどり、あの時ゼロポイントを奪おうとしていた一つ目の怪物をセブン側だと仮定することにより、プリズナーがセブン側なのではないかと考えているだけなのかもしれません。フォートナイトの世界を絶対的に支配している IO の科学捜査班でさえ、プリズナーがセブンなのかセブンではないのか確定できずにいるようです。自分の考察ではね、プリズナーがセブンだと仮定すると、あの一つ目の怪物 VS ピンクマロボットのイベントの謎が解け、すべてが一つに繋がりましたが、考察リスナーの皆さんは、このプリズナー、セブン側だと思いますか？それとも、セブン側ではないと思いますか？よかったらね、皆さんの考えをぜひコメント欄にて教えてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、プリズナーがセブンのメンバーなのか、それとも違うのか、新しい情報が出るたびに、しっかりと考察をして動画を出していきますので、フォートナイトのことが好きな方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。